ちゃくちゃイケメンなゴリラお願いします。来ましたイケメンシリーズ。しかもめちゃくそだって。イケメンシリーズに終止符を打つべくめちゃくそイケメンをどちゃくそ書きました。もう何でもイケメンってつければどうにかなるなんて思うなよってことで、このゆるゆるになったイケメンの定義を正していこうかなって考えてます。君もそう思うよね。とりあえずこんだけ書いとけば OK。 色気も必要でしょう。そこにオリジナリティ。真のイケメンは見た目じゃない中身でしょ。ちょっと暗い影を感じるぐらいがちょうどいい。できた。喋りすぎない程よい清潔感だけど気が利くゴリラ。そんなイケメンはおらんのや。